版画家の池田俊彦と申します。まず何を描いてるかっていうと、死を拒絶した人間たちを描いてるわけですね。まあ、想定として人が死っていう過程を経ないで生き続けたらどうなるか、あの不老不死ではないんですね、不死者なだけで老いはあるという、なのでこれは何億年とか継続して生きてる状態を僕は描いてるわけですね。僕がやってる銅版画の技法はエッチングって言いますね。基本的な銅版画の最もオーソドックスな技法なんですけども、表面にアスファルトとか松ヤニとかいろんな薬品をグツグツ煮込んで溶かした液体を塗ってあるんですね。その表面の膜を針でトン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 と剥がしてってあげる。で、剥がしたところだけは銅が露出してきますよね。それを酸につけてあげるんですね。そうすると露出された部分だけ穴が銅の上に開いていくわけですね。酸の中に長くつければ深い穴が開きますね。そうするとそこに入るインクの量は多くなるので黒くなる。短くつければ薄くなる。後ろにあるのもそうですけども、顔の一番濃い部分は200分とか300分酸の中につけてたわけですね。で、あの手とかの白い部分は10分とか15分、だいたい25段階とか30段階ぐらいの腐食の時間が一つの版の中に、濃淡を作っていくわけですね。ですから実際半立体になってるわけです。それが多分強烈な物質感というか半レリーフというか、この生き物を作るっていう僕のコンセプトには必要な技法なんですね。まあ、黒はどうしても重要な素材ですね。黒って何の意味も持ってない色なんですけども、全部の意味が逆に入ってたりして、その黒の中でもやっぱり銅版画の黒っていうのは最も美しい黒だなっていう感動があったんですね。光がいろんな方向から来て反射して、平面に黒があってもパチンと跳ね返すだけの黒になったりとか、あと反射して顔が映ってしまう黒になったりとかするんですけど、銅版画の黒っていうのは断面から見るとギザギザになっているノコギリのような表面にいろんな方向から光が当たって反射した黒を目が拾いますから、穴が開いてるように見えるけれども物質感を持っている黒、相矛盾する黒なんですね。それを作り出すっていうことに気づいた時に、やっぱりこれは腐食の時間をたくさん使ってギザギザをより複雑にして、どんどん黒を複雑にしていけば究極の黒が作れるんじゃないかっていうふうに考えたわけですね。その老いれば老いるほど黒が強くなってくるわけですね、銅版画っていうのは。それは僕が思い描いてる死なない生命が老いれば老いるほど生命力を増していくっていうことにすごく近いものなんですね。きっかけになったのは、まあ僕が高校生とかの頃に祖母が認知症になったんですね。で、まあ彼らを見た時に認知症っていうのは何だろうって考えたんですね。彼らの時間軸っていうのは自分の頭の中である種ぐるぐると時間軸を持ってて、僕らの感知しえない永遠性を獲得してるのかもしれない。それが僕が言う不死ですよね。不老ではなくて不死を獲得してるかもしれない。それをまあビジュアル化するには、僕は絵描きでしたから絵を描いてそれを表現しようと思った時のその不死を得た者たちの姿なんですね。その状態は僕は多分神まではいかないですけれども、我々よりは少し上の状態であると考えてこの者たちを描いてるということですね。銅版画と人が老いるっていうことに気づいたっていう瞬間からある種の呪縛が始まって、その表現と技術から逃れられなくなってってるのかなっていうふうに思いますね。本気であの絵描きになろうと思って世に出て作り始めて15、6年なんですけど、僕の制作は長い長編小説を登場人物だけ描いてるような、主人公が移り変わっていく姿を描いてるのかなっていう気はしてますね。ものすごい長い物語なんだろうなって、それをこういうふうに記号として残してってあげれば、後世の人が読み解いてくれたらそんな幸せなことはないなって思います。